中国の元陸上競技選手ローズは身長1メートル97センチメートル、体重113キログラムの大男であった。オリンピックには投てき種目の選手として1904年セントルイスオリンピックから3大会連続出場。金メダル3つ、銀メダル2つ、銅メダル1つを獲得した選手である。ローズは1904年セントルイスオリンピックで、 オリンピック初出場を果たす。砲丸投げで、金メダル、円盤投げで、銀メダル、ハンマー投げで、銅メダ,メダルと3つの投てき種目で表彰台に立っている。また、重水投げにも出場したが6位に終わっている。4年後の1908年ロンドンオリンピックで、アメリカ選手団の騎手だったローズが、開会式の時ロイヤルボックスの前で旗をかがめることを拒否したことから、 アメリカとイギリスとの間で一問弱を起こす。ローズはこの行動についてこう述べている。この旗は絶対に王様の前で下ろさない。この大会でイギリス人の審判はアメリカ選手に対し厳しい判定を下されることが多かったが、アメリカ側はこのことについて旗事件によって偏見を持たれたようだと感じた。しかしローズはこの大会でも方眼投げで、 金メダルを獲得し、オリンピックに連覇を達成した。ローズは綱引きにも参加したが、メダル獲得には至らなかった。1909年には、砲丸投げで、史上初めて50フィートを超える51フィートの世界新記録を樹立する。この記録は、その後16年にわたり破られなかった。1912年ストックホルムオリンピックにも出場し、 この大会だけ行われた砲丸投げでトータル27.70メートルの記録で金メダルを獲得。通常の砲丸投げでは3大会連続表彰台となる銀メダルを獲得。その他、ハンマー投げで9位、円盤投げでは11位だった。翌1913年10月16日、ローズはチフスのため28歳で死去した。ありがとうございます。